はやぶさ族は、猛禽類の一種である。英語名ファルコンは、ラテン語、ファルコに由来、ファルコ自体は、その翼の形による連想から、おそらくラテン語、ファロックス、カマの関連語であろうとされる。はやぶさの頭部はやぶさ族の成長は、薄く先の細い翼を持ち、それによって速い速度で飛行しながらも、急激に方向転換することができる。 しかし、ハヤブサ族のヒナは長い羽を持ち、他の鳥の形状に近い。これによって、飛行の練習をする時期に、効率的な狩りの仕方も覚えることができる。より詳しく見ると、マ状というよりは、草刈り釜の形に似ている。マと草刈り釜という言葉が混同して用いられたためであろう。ハヤブサは地球上で最も早く移動できる生き物である。 ハヤブサ族には、その他に、白ハヤブサ、ラナーハヤブサコチョウゲン玄ウなどがいる。細長い翼を持った、食中性の小型のものは、チゴハヤブサ、ネズミ等を狩るときに、空中で静止できるものは、チョウゲン玄ウと呼ばれる。ハヤブサ族は、カラカラ族などとともに、ハヤブサ科に含まれる。古来から、個のうちの1個の卵がオスに孵化すると、 考えられていたため、伝統的にハヤブサのオスのことを、ラテン語で三を意味する言葉に由来する、ディアッセルと呼ぶ。また別の説では、これは、ハヤブサのオスが、メスのおよそ3分の1の大きさしかないからであるとする。ハヤブサのヒナ、特に高刈りに使われる鳥のヒナがまだ綿毛に覆われた、頃の状態を、アイスという。これは、ラテン語ですを意味する。 ニディスカスに由来する古フランス語の単語であるウニの綴り間違いだと考えられている。獲物を取るトレーニングを施された人工飼育のハヤブサを使って狩りを行うことを高狩りという2005年2月カナダのマギル大学の生物学者ルイル・フェーブルは食事方法の技術革新の様子を使って鳥類の知能を測定する方法を考案したと発表した。 この方法によると、はやぶさ族とカラス族が最も高い特典を記録した獲物となる他の小鳥と比べると、はやぶさ族の化石には時代による偏りが大きい。この族の最も古い化石は少なくとも1000万年前の中心世末期のものである。これは現存する鳥類の多くの族が化石として現れ始めてきた年代と一致する。北。 アメリカやアフリカのハヤブサ族は、中東やヨーロッパが起源だと考えられる。ハヤブサ族は大まかに3つか4つの系統に分けられる。一つ目は、アメリカ超原棒以外の超原棒の系統で、小型でがっしりした体格を持ち、多くは茶色で性的二なりである。ただしアフリカに生息する三種は灰色をしている。超原棒は主にネズミやトカゲ、昆虫など、 陸上の脊椎動物や無脊椎動物を食べる。二つ目の系統は、若干大きく優雅な種でチゴハヤブサと呼ばれる。翼の大部分が灰色で、頬の部分が黒に近いことで識別される。餌は主に小型の鳥である。三つ目の系統はハヤブサで、小型の高くらいの大きさの力強い鳥であり、薄い色の竹を除いて、翼や頭は黒い。 上述の灰色や茶色の系統の中間に位置する。他の系統と異なり、尾の色は血統ごとに様々である。5ポンドまでのキジオライチョウ程度のサイズの中型の鳥や、地上の脊椎動物を餌とする。これと非常によく似た4つ目の系統が白ハヤブサ、ラナーハヤブサ等が属するヒエロファルコンであり、しばしば上のハヤブサに含められることもある。メラニン色素が多く赤色や茶色を停止。 鷹のような模様の濃い翼を持つ。下部には縦長の反転や筋が見られる。これら3つか4つの系統は非公式の分類であるが、いくつかのはっきりした血統を含んでいる。超原棒のミトコンドリア DNA に含まれる。シトクロム B の配列の解析によると、超原棒は頬の筋の模様で分類できることが分かった。頬に模様のない王朝原棒。 古蝶原棒とアメリカ蝶原棒である。アメリカ蝶原棒には、頬の模様があるが、その色と耳の後ろの黒い毛はむしろ、チゴハヤブサを連想させる。頬に、模様のある蝶原棒は、東アフリカの熱帯地方が原産であり、およそ250から200万年前のゼラシアン期に分化したと推定されている。アメリカ蝶原棒以外の蝶原棒は、その ok から比較的、 若い別の種だと考えられている。別の研究により、ヒエロファルコンは単系統群であり、ハヤブサ属の少なくとも大型の種の間では、かなり頻繁に交配が起こっていることが確認された。また、初期のミトコンドリア DNA に含まれる、シトクローム B の配列の解析の研究で、ヒエロファルコンは現存のハヤブサ属の源流に位置する、ことが明らかとなった。 しかしこの研究は現在では遺伝子の転移による間違った結果であったとみなされ、ヒエロファルコンの起源は、長原冒頭と同時期のおよそ200万年前であったと考えられている。さらに、現在ではこの血統は絶滅し、現存する種はごく最近誕生した種であると考えられるようになった。ハヤブサとチゴハヤブサの系統発生と分類はさらに問題が多い。 分子生物学的な研究は、わずかな種についてしか行われておらず、形態的に曖昧な分類についてはその多くが、未調査のままである。名誉の形状の研究によって、はやぶさかの系統発生については、多くの問題が解決されたが、属についてはほとんど情報を与えない。結論として、現存する、はやぶさ属の起源は、中心魚と先進与の境ごろのザンクリアン。 ピアセンジアンからジェラシアンの初め頃までであり、800万から240万年前頃であると推定されている。ヒエロハルコンやハヤブサはもっと最近の種で、12000年前程度である。ありがとうございます。